キックボクシングをするようなイメージでちょっと構えてみていただくといいと思います。ちょっと肘曲げるぐらい、この距離で壁に立ってみてください。そしたら壁に立った状態で足を膝を曲げて体の方にこう回し蹴りをするようなイメージで、足までは伸ばさなくて大丈夫ですので、膝を曲げたまま1、2、3、4、片方4回。そしたら今度は逆、1、2、3、4。これね、股関節周り、ここの動きを良くするためのストレッチになります。ここがね、動かなくなってしまうと、こう骨盤周り、腸だったりとか、このね、内臓部分が冷えたりとか、あと腰痛につながったりすることもありますので、ぜひこの股関節の血行促進、ここを動かすようにしてください。今回はクラシックバレエの動きを利用したストレッチをやっていきたいと思います。皆様ご存知、白鳥の湖のイメージでやっていきたいんですが、ポイントとしてはまずつま先立ちになってもらって立ちます。そして手を甲を上にしたまま、このまま甲をつける、でそのままの戻す、これを、やっていきたいと思います。それで今回はちょっと移動しながら白鳥感を出してみたいと思います。いきます、せーの、1、2、3、4。今度は逆、5、6、7、8、はい、これでワンセットになります。ただ皆さんね、こんな移動したことないよっていう方いらっしゃると思うので、その場で立って手だけ甲を上にして1、2、3、4、5、6、7、8でも大丈夫ですし、ちょっと負荷かけたいなっていう方はその場でつま先立ちでやってもらっても大丈夫です。で、肩こりとかデスクワークで疲れちゃったなんていう時のこうリフレッシュに、ちょっと会議の合間に移動しながら羽ばたくなんていうこともいいと思います。ぜひやってみてください。今回はスピードスケートの動きを利用したストレッチをやっていきたいと思います。皆さんね、イメージできると思うんですけれども、こう滑っていくイメージをしながらやってみてください。まず足を肩幅ぐらいに開いて片足の膝を曲げます。その時逆の手を前に置くイメージで、今度は逆の足、左足を曲げて右手を前、これを2カウントずつやっていきたいと思います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、でこれの注意点としては、体をちょっと前傾にね、省エネな動きをしてもらうために体を前傾、この時背中は丸めない、そして足を曲げた側、太ももね、シェイプできるようにやっていただいて、逆の伸ばしてる足はストレッチをします。なので曲げるのと伸ばすのと交互にやることでストレッチ効果をアップしてくださいね。